最初のバンドがリハやってるよ。わ、すげえ派手なステージ衣装、気合い入ってるな。青空の下で弾くギター、すっごく気持ちよさそう。へえ、あのバンドギターが3人いるんだ。ほら、リミリンも、もっと近くで見よう。もやもや、まだ晴れないな。ライブ前だし、忘れなきゃ。てか、フェスのお客さんしかいないのかと思ったけど、公園を利用してる人も普通に行き来してるんだな。公園の一部をフェスのために借りてるって感じだからね。フェスのお客さんじゃなくても見れるステージもあるみたいだよ。リハの様子見てる人結構いるね。あの人、昨日のソフトクリーム屋さんだ。うわ、リハの曲で楽しそうに踊ってる。あっちでも小さい子たちがステージ見てるね。ライブ気になるのかな。目をキラキラさせてる。街の中に音楽がある景色ってなんか不思議な感じだな。うん、すごい、すごいね。なんかさ、広がってる感じがする。広がってる？なんかこう、音楽の力が内側じゃなく、もっともっと外に向かって広がってる感じっていうか、私が思うよりも音楽ってもっともっと大きな輪が作れるんじゃないかなって気がして、なんかすっごいワクワクしてきた。今日一緒に出るバンドの、言おうと思ってたこと、他のバンドの子たちも集まってきちゃったね。だな。私？それは別に構わないけど。しないっていうか。なんか嬉しいね。お？なんかね、配信ライブやってよかったなーって。あの時配信ライブをしてなかったら、こっちのバンドの子と仲良くなることもなかったのかなーって。そう思うとやってよかったなーって、なんだかしみじみした気持ちになっちゃったよ。あの時配信ライブをやったから今この瞬間につながった。あのライブが実現するまでいろいろあったよな。みんなで頑張ったもんね。サーヤがちょっと燃えてきたかもって言ってたの覚えてる。あははそんな熱い感じのこと言ったっけ。私はリミリンがとにかくやってみるのはどうかなって言ってくれたことが印象に残ってるかな。 あれは実際にやってみないとわからないって、お姉ちゃんと話してる時に気がついたから。
く。とにかくやってみるか。お姉ちゃんのステージを見上げてた頃の私ならきっと言えなかっただろうな。ポピパのみんなと出会ってちょっとだけ強くなれたのかな。そうだ、せっかくだからみんなで MC しない？いきなりだな。何の準備もなしに知らない場所で MC するのはさすがに緊張するんだけど。配信ライブがあって、いろんな人とのつながりがあって、今この場所に立てるんだって思ったら、この機会に私たちのこともっと知ってほしいと思っちゃって。気持ちはわかるけど、できるかな。私もやってみたい。え？私もポピパに入っていろんな人とのつながりとか影響をたくさんもらってきたから、かすみちゃんが大切にしたい気持ちわかるよ。リミリー、よし、やってみよっか。でもって迷ったら、その先にある答えを大切にしないとね、リミリー。お、さあやちゃん、そのデモの部分をもっと大切にした方がいいよ。多分そこに本当のさあやちゃんの答えがあるはずだから。あの時言ったこと、さあやちゃん覚えててくれたんだ。まあそういうことなら、よし、やってみるか。うん、やる前から無理だって思ってたら何も始まらないよ。でもって迷ったら、その先に本当の答えがある。今モヤモヤしてるのは本当は留学のこと。でもどうしてこんなに留学のこと気になるんだろう。